寝ていいでしょうか、夢から覚めないで。あ、8時ゾワってしたんだけど。この時間絶対意味なかった。え、なにここ、急展開すぎ、怖っ。え、やばい、無理、うわ、ちょっと待って、うわやばいってこれ。え、ホラーゲーム、ホラーゲームになってない？ちょっと違う、これ追っかけてくるとかじゃないよね、やめて、怖いんだけど。なんだそれ、聞いてねえぞ。急にテンション上がってきた。楽しくなってきた。ロードクローズ。あ、なんだ、あっちの扉行っちゃいけないみたいなこと言ってねえか。わかるよ、あの看板的な感じで。行っていいの、行って、うわあっちゃー、あっちゃ、これまずい、あっちゃーのやつやな、これ。あっちゃ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 、これ取れないんだけど全部。チャー、あちゃちゃのチャーのやつだね、これね。ああ、瓶。は？何すんの、これ。違う、すごい。なんだ、この子、言っていいのかな。あ、バッテンって書いてある。うわあびっくりした。さすがにビビる、こんな。こっちに行けって言えよ、じゃあ。なんだったんだよ。ああ、セーブしてるよ。え、マジ怖いんだけど。急にどうしたん、何があったん、説明してん、状況。 おじさん相談乗るよ、相談所だからね、私、やめてよ。なんか書いてある、ノーベンバーノー、まだだった。マンデーまだ、チューズデーまだ、ウェンズデーまだって、まだしかいね、まだしか。フライデーまだまだ。なんでフライデーで、フライデーだけまだ2人書いてる。5個のビーもやる。あー、じゃあ3、でかくなってるってだけだな。サンデーだけビーンズ。サンデー日曜だけ豆。何をさせようとしてんの、僕に。おい、誰か助けて。ビーンズでもまだでもどっちでもいいから、ビーンズマナーして。頼む。僕のことをみんなビーンズマナーしてくれよ。おい、こっち行けたりとかは？うわ、でもこういう感じでね、いけちゃう。わ、広、実はこんな広、おー、あるやー、やっぱ思ったよね、僕ね。あ、でもここ、行けないな、あっちにあんのか。あー、もう広いね、相当広いね、行くところがいっぱいあるよ。あっちには行けない、左奥はじゃないのかな。あ、ここ行けるわ。ダイって書いてる、勝手に殺す。あ、ダイエットか。なんだ、ダイエットソーダ。あれ、ダイエットソーダだったの、痩せるソーダだったんだ、あれって。あ、違う。結婚が残ってった、結婚したーいとかね。はい、僕はまだちょっとそういうあれじゃない、感情は浮かばないんですけど。あれ、これ死んじゃうんじゃない、落ちたら死んじゃう。うわ、生きて、落ちて、めっちゃ落ちて欲があるけど。うわ、こっち進める。はい、ここで。ね、ジャンプしないとさ、いけない。さすがに無理だよね、あの距離は。さすがにあの距離は無理だから、こっち一回戻るか。左にも行ける、左にも行けちゃったりとかするんですよね、ノーティス。え、何この、血が出てくるのはさ、そんな大やつ。あ、ラジオ、ビンビンビン。My name is Dr. Glenn Pierce. グリーンピース言ってんだよな。グリーンピースなんだよ。どう見ても、どっからどう見てもグリーンピース博士なんだよ。もう少しお話しましょう。あなたの周りに溢れているような幸せな人生が欲しいので、このようにお感じになるのですって。何言ってんだよ、おめえ。私たちの仕事はまさにそれですって。はあ、マジやかね、もう仕事がそれだ、現実戻してくれよ。いいや、そんな仕事やんなくても。また血が出てるよね、これ。血が、うわ、びっくりした。なんだおめえ、人だよね、人。チェス、まさかのそこにチェスやってたやついる。出てきて正直に怖いから。もっと血の量が多くなってる。そんな命がけでやることなのか、この仕事はよ。急に扉が閉まるのはやめちくり。こっちのところに行けそうな気がするよね。はい、チェスが置いてあるし、右に行けみたいな。階段だ。階段だ。はい、登っちゃって左行って右に行こう。あ、それ、どんどん行っちゃって。はい、もういいんじゃない？まだか？あ、Warning.
ワーニング？やばくないそれ。精神的爆発負荷にさらされるよう勧められましたが、代わりに夢の中の夢に入り込み、さらなる困難を、おい、どんどん行っちゃったよ、これ。この重要な区別をつけることができなかったのは、なんていうの、私たちのせいです、的な、おそらくお前らが全部、全責任を持って謝れ。この先がいけないんだよな、これ。あー、びっくりした。あー、やめてよ。何これ。あー、でかくなるやつ。あー、ライトになってる。どっか照らさないといけないんだよね。これ出てくるとかないよね。お、とりあえず大きくしよう。大きく、はい、やってって、ここで、こういうね、みんなこれ初めてだと思うんだけど、あ、これ、壊せたりできない？こういうやつで。でかくなったら、あー、無理なのかな。そう、こういう錯覚を使って大きくすることがね、できるわけなんですよ。あー、できねえのか。あ、じゃあこっちに持ってくとか。これフィルターかかってないよね。あー、かかってないわ。オッケー、これで、あー、右に行ける。右でライトで、おー、でかい段ボール、アマゾン工場だ。あー、でもここ行けるやん。こっち行っても、これ大丈夫かな。あん、あ、あ、あん、あんあんって言ってね。あん、あん、あ、あ、あー、なるほど。この隙間を取っていくのか。うわー、小人、私小人無理、そういうの。あ、これは入れないと。よし、こっち行っていきましょう。またそうだ、ドリームそうだ。何がドリームなんだよ。また血がついてる。この血って何、やばくない？ちょっと無理、血の血とかマジ無理なんだけど。どんだけ山スティック。またこのライト使って照らしてみてるとか、そういうことなのか。は？なくなったぞ。おい、なくなったぞ。大きくしたらここにあるじゃん。あー、なるほど、そういうことだ。これライト合わせなきゃいけないの。これこっちから行けたりする？おー、行けるやん。はい、で、ここのところから入っていくといいですね。順調すぎる。お、またナイフだ。ない、言葉のナイフは一番赤いよ。意図しないマルチドリーミング経験を 1% 早い字幕が流れるのね、これね。99% の患者と強く何度かこうとかって言ってる、わけわかんねえの流すね。女の人さ、僕わかるように説明してくれ頼む。僕文章の読み取る能力全くないからさ。あー、また鼻水。あー、こんな前に進んでる時に鼻水がみんな出ちゃうんで、僕はね、噛みたいと思います。いきますよ、せーの。ふぅー、イデア、イケアかと思ったよ。イケアの家具かと思ったよ、お前。これが、こっち進める。あ、当たり、あ、明るさは分かんないけれども、とりあえず進めるやつだね、パターンのやつだけれども、ほら、明かりが分からない。なんで、ビビッとマジでやめて。何そのスイッチ、そのいらないスイッチやめて。何、わ、でかいでかいでかい、声がでかい、声よでかい、声がでかいのはそれ僕、声がでかいのはそれ僕、何の演じてたこれ。はい、カッチャンカッチャンカッチャンってね、ガチシャンガシャンガシ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 ン、それガシンしか言ってねえよ。なにパッチンパッチンだよお前。何お前ガシンガシンしか言わない。あ、エンジョイアボカド、何それ、何のエンジョイアボカドでできるかお前。ローディングって自信持てよいや、いい、もう突っ込ませないで。めっちゃアラーム鳴ってる何これ、いい、どんだけ求めるんだよ。うるせえ、やめろ。どこのベッドにいんだこれ。で、他の人たち起きないの、ここにさいるやつら。あ、なんかあっちにも柵あったんだ。あ、後ろは僕は前しか向かないからね、なんかかっこいいこと言うっていう今日のソーダは何にしようかなって言って、ベーキングソーダ、ベーキング行っちゃって、ベーキング、やったー、ベーキングだ、ベーキング。持ってけないのがね持ってけないのがちょっと寂しいところではある。あ、なんか悲しい BGM 流れてない？て、大丈夫か？てれて、あ、持てない。これもいけないわ。は？何か必要なものある？いや、いいところなんだよね。いいところなんだけれども、なんか、そのままでも夢の中に覚めなくてもいい気がするけどな。あ、立つんだ、この扉。よいしょ、こっち行きましょうか。お、奥に進んでって、ね、これロビー感が漂ってるね。なんだよ、ロビー感って。なんだよ、ロビー感ってな、初めて言葉を交わしたぞ、僕のこの。おぉ、めっちゃある！おい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 、めっちゃ扉あるやんけ。あ、ここで、この裏側に行くとか、そういうことなのか。すげえな。
な今の。もう頭使うね。もう今日ね偏差値5ぐらい上がりそう、このやつやってたら。あ、ピアーズ博士、おいグリーンピースどこ行ったんだよ。わ、うるさいうるさいうるさい。おやめ、右クリック戻るんだこれ。無限に出てくるのはあれだけど、ちょっとどんだけアラーム鳴る、それどんだけアラーム鳴るの。まあでも大きくどんどんなっていけばいいのか。うわーすごいことなってるなこれ。あ、積み重ねてこっち行けるわ。はい、行ってきましょうか。お、あ、ニコちゃんマークになった。カーソルが可愛い。何どういうこと、いらんでしょこの仕組み。なんで真ん中がバグっただけだったのね。何それ。あ、リンゴアッポーですね皆さん、リンゴ。ああ無限アッポーだ。どうしようこの無限アッポー、どいてくれ。ねえ誰かどいて。めっちゃちっちゃくしたらあれなのかな。でも戻るには右クリックで、ろー、レバーも無限。すごいプチプチみたいになっとる。おお、転がった結果、なに、ボーリングのようにすると、スイッチ開くのか、そういうことで、ね、いや、でかくした分邪魔。いや、なんだったんだよ。あ、赤いのもなってるわ。おー、ボーリングになるぞ、これ。おー、予想できる。よし、いや、取れない。それ取れない。動かさないと取れ。あ、こっちでのもちっちゃくしたらさ、こう転がるんじゃないのかなって僕思うよね。こういう感じで、こういう感じで、行って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 、はいはいはい、どんぶらこっこ、どんぶらこっこってね、はい、桃太郎、桃太郎、桃太郎、万歳、桃太郎、万歳です。桃太郎に正式に、あっちに行った。あー、待てー。あ、斜めでも行ける、登れたんだ。はい。こっちにはなんかあんのかな。あー、これやることによって、お、あっちに行けるけれども、そこから持てたりできるの。あー、めっちゃ連なってる。どんどん、あー、いや、邪魔、相当邪魔。登ってきた、あんたたち登ってきなさい。やめて、消えるのやめて。そう、そう言ってることわかる、言ってることわかる。こうやって登ってって、登るよ、お前らは登れる才能持ってるやから、頼む、登ってくれ。登れんか、頑張れ、リンコ頑張って登ってきて。いいぞ、さかのぼれ、クソが。おら、いけ、頑張れ、お前らで登ってくれよ。えらい、いけた、適当にやったら。なんだ、何の錯覚やったんこれ。こっからこうやっていくのか。なるほどね、それはわからんわ。まあいいや、進めたら何でもいい、進めればこのゲーム何でもいいからね。もう早く僕は脱出したいんだよこの夢の中から。女の人もよくわかんない、ピアーズ博士、グリーンピースどこ行ったんだよ、もう全部。整合性を損なうことはできませんと。なこれ、あ、これは普通に行く感じかな。あ、また重ねる法則ね、重ねて法則で上に上がっていけないのかな。あー、それ壁作っちゃったらあれだった、あれ私行けなくなっちゃうパターンのやつよ、それ何やってんの、あんた何やってんのそれ、アホなの。あ、でもこれこうやればいけるんです、元に戻ります、さよなら。また違うオフィスかな。エラーが入力し続けていますって。お、博士の第一。こんにちは、私の自己紹介は不要ですじゃなくて、やるなよ紹介。じゃあ紹介する。あー、やばい、僕は進んだ結果、やばい、送信を終了した。おい、二人とも混ざってるって声が。終わった、進みすぎた結果、ごめん、なんかごめん、罪悪感に駆られている。アットモーニング1個になったね。右に行けるよ、え、怖っ、右に、お、映像が流れてる、研究されてんの。 あっちにも行けるな、あっちに行った方がいいのかな。あ、ここや、こっち行って、うわ、あっち右にも行けたけど、自然な、なんかね、すごいいいな、これずっと見てたいわ。ずっと見てた欲がある、感動している。こんにちは、グリーンピース来た、グリーンピース博士、長期間不在を通知です。グリーンピースはね、皆さん好き嫌いしないでね、ちゃんと食べてくださいよっていうことをこのねゲーム伝えたかったんじゃないかなって僕はすごい思ってます。はい、でピーマンとかもやめてくださいね。ああ、え、やばい、ラスボス的なところ来ちゃったよ。マイハウスでかくなってるね。あー、家がこれでかくしてこっちに行くと、そういうことなんじゃないでしょうか。私はこのグリーンピースをいかに美味しくさあ、できるかを伝えていきたい。
と思うんだけれども、あれこれどこ行ったんだこれ。あー家の中が家おーどこが家なのかわかんない。もうギリギリ入れればこれでジャンプで行けるってことが。うわーなるほど、すっきりしたわ、めちゃめちゃすっきり。でこっちは、おいまた戻ってきたぞ。今度はなんだこ、What's up? これ、うわぁ、こんなでかくしなきゃいけないのね。でかい。さすがにやりすぎた感がある。ああ、まあ、いけるか、ギリギリ大丈夫。オッケー、いけそう。はい、こっからジャンプして、左の方に進んでいきましょうと。あ、ラスト？はい、ラジオがある。あ、これは喋らないラジオなんだ。一応持って行ってみる？持って行ってみて。ああ、バクって、やめて。無理、怖い。そういうのいいから。マジで、マジマジ。うん。エラーのやつ、怒ってるやつや。またほら、ねえ、なんで急に暗くなったの？あ、グリーンピース。My name is Dr. Glenn. Experience が心地よく治療的に戻ったはずです。あ、元に戻ったってこと？そうでない場合、エラーによってこのメッセージを受信される可能性があります。あ、何言ってるのかわかんないけど、まあいいや。あ、急に驚かしてくるとかないよね。怖いよ。そういうの怖いからね。やめてよ。やめ、お、あ、やばい、あ、いや、感電死するやめて、ちゃんと結んであげて。うん、ギーギー言ってるよ。ギーギー言ってる。なのかな、何のギーギーかな。あ、でかいな。広い部屋来ちゃった。何この、あれだよ、あれ。ビンゴじゃない。あ、なんだっけ、これ。壊れるジェンガだ。何乗ってるか教えてくれ。あ、扉か。積み立てるのかな。お、扇風機ある。そのバサバサやった。そっちのバサバサね。はい、でかくすることによって吹き飛ばすことができるのかな。こうやって、いやいや、音でかい。ヘリコプター並みになって、おお、豪雨だ。飛ぶかな、飛んだ。このままこっちに行っちゃっていいんじゃないの。こっちに行くところある。扉、何これ、でかいんだけど。どういうことかな。おお、行けた、やべえ、ちょ、楽しい。マジやめらんねえ。延々とこれやり続けたい。あ、こっちのフィルター行っていいの。うん、工場、どこでもドア的な工場についてしまった扉。あ、ラジオ。Hello. グリーンピース。私が書いた励みになる言葉をお読みしましょう。いい、何にしてもそれだけには集中しないことだ。あ、なるほどね。一つのところにのめりすぎてしまうと身を削ってしまうみたいな、そういうことを言ってるんで、いろんな視野を見てみましょうっていうことなので、ただただ一つだけに熱中しないこと、そういうことも中には重要なんでしょうね。はい、ここでこうして、こうやって、ここ真ん中、よし、ナイス、いいよ。で、そこからでかくなったところをこうやって扉を作っていくんですよね。いや、ちっちゃい。すごくちっちゃい。あー、でかい。逆にでかいんじゃ。これ取れ、いやいや、もうちょいプール、もうちょいプールね。もうちょいプール的なね、要素必要だよ。あい、よいしょ。うおー、ギリギリ。いけたりとか。あ、さっきのちっちゃ、でかく、またでかくなるんだけど。え、あ、持てる。持てちゃった。こっちはいけなくて。ここのプール、プールサイド。うわ、なに、どうなってんの、落ちるよ。え、落ちていいのかな。うわー、なんだこれ、どういうバグ。いや、どういうバグ、何が起こってる。待って、分かってしまった僕。これさ、ここに出口があるよね。なんなら、ここから、こう、行って、扉があります。はい、ちっちゃくなった状態で、こっから危ないよ。こういうことだよね、イグジット。さすがガーサスコロンの実況。あ、ラジオだ。もうそろそろ終わりいいんじゃないか。ありがとうございます。あ、終わったってこと？めっちゃ鼻かいい。この実況やるとめっちゃ鼻かいい。改善を尽くしますと活躍いたします。おめでとうございます。やった、とにかくあなたは正しい方向に向かっておりますので、間もなく終了する、開始できると。はい、なるほど。やった。もう本当にお前嘘つくなよ。あ、もうそれも錯覚とかって言うのよ。こうやって、はい。ここでこう。うわー、でもちっちゃすぎて逆に無理。逆にいけんやんけ、それ。おー、いけたいけた、よいしょ。ナイス、調節できたわー。オッケー、ちっちゃー。ちっちゃすぎる。あ、これでも、こっから、はい、大きくして、こっちに、家に、方に進んでいいのかな。いや、いいの、いいの。そんな、こんな広大な大地を使って、あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。こん中入っていいのかよ、なんやねん。終わるか。もうエレベーターついて、ドリーム、最後の夢が、こっちに全て繋がってるみたいな感じから腹がかいした。さあ、これで、3時。あ、最後に戻った？はい。最終、一番最初のやつじゃない？うわ、非常用口コントロール開始します。終了してください。10、9、え、やばくない、時間なくない。はい、は
なんでエラーなんだよ。おかしいやろ。何の分析やねん。おい、元に戻るの言うたよな。投げんじゃおめえ。ああ、著しく増加、なんだ、恐怖は言ってるよ。あれ、これ永遠と繋がってるな。ああ、治療完了したどうのこうの言ってるけど。ああ、でも入り口あるじゃん。塞がってる。エレベーター塞がってるよ。おう、不適切。え？どうすんの？結論。お？夢戻らないってこと？は？無理じゃん。僕戻らなくなっちゃったの？この扉。治療を必要とされていますって。続行できません。もう終わりじゃん。もうが永遠とこれ三角の夢の中にいる。最悪だ。もうダメだ。おい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 、そんなことはないはずですって言ってくれよ。無期限独立して何を治療してくださいって。はあ、どうすんのこれ。終了すんなよ。それではじゃねえんだ。あ、え、あれ、グッバイ終わりましたよってこと？おめでとうの意味なのかな？いや、グッバイしちゃったよ。本当に。え、どこ行ったのこれ。あ、こっち戻って。パソコンデスク。これ何もないんだね。そうだ、これ安定の変えるのかな？レッドソーダ。ああ、何？は、また元に戻され、ふざけんな。おい、永遠と夢の中だってこれ。あ、え、何？ああ、って、おお、全員通してたら、なんだ、ああ、やめて、何がどうなってんの、うわあ、落ちた、は、どこここ、なんやこれ、何が起こってるんだ、目覚まし、お、おお、おお、また戻ってきた、ええー、もう、なんだけよかった、あ、でも、こっちで行けるの、FB、お、あれ、さっきも、あ、さっきも同じところだっけ、あ、だよね、行き止まりだよね、は、ああ、何、怖い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 。やめよ、その不吉な音楽やめて。何が起こったの？これ何が起こったの？悲しいエンディングで終わったけど。はい？なんだこれは。あ、モテる。これは、おお、このなんか隙間いけるんじゃね説。これね、こういうことよね、でかくして。おお、ほら、この隙間入れるやん。おお、入れた。おお、いや、なに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 、このラジオ。グリーンピースだ。完了していただきありがとうございます。なんだ終わったってこと。治療の1段階を始める前に、何言状態とか、まあまあまあ、ここ説明しましょうと。説明してくれ、この僕の夢のな、最後の謎を。おお、わあ、お前説明しねえんだ。次進まないといけないや、ないないやね。この最後これだけで終われるかと思ったらちげえのかよ。あ、永遠とぐるぐる回ってるんじゃない。あ、違うわ、右行ける。うわー、怖い怖い怖い。あ、チェスがある。懐かわー、なにこれ、行って、え、やばいやば、バグってるバグってる。こっち行って、下、はい、ここは次は、そうだ、あー、そうだそうだってね、ラジオとか。あー、こっちに行けんのか、右。うわー、痛いなこれ。夢の中でよかった、現実だったら確実に行ってるわ。おー、すげー、こうやって、はい、こっちに行きたいよ僕。こっちの入り口に行きたいんだけど、どうやって行くんだろう。うわー、あー、なに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 、何が起こった、何が起こった。あー、なるほどね、これででかくして屋根作ってて、はい、こっちに行けばいいのかな。そういうことなような気がしなくもないよね。あれ、でもその前にこっちにもあるぞ。これ行けってことか。あれ、ここの中。あれだ、行けるやんけ。なんやねん、もうぐちゃぐちゃでわけわかんねえ。わけわかめって言いそうだったけど、これはわけわかんねえ。こっちの隙間に入れたりとかは、あ、できるんだね。あ、ラッシュ。わあ、なんだなんだなんだ、壊れてる。はい。しておい、やかやかい。ああ、他の方では見つからないため、シナリオ、根本的な意識を変える。ああ、なるほどね。柔軟に頭を使えってことか。立ち向かえと。ああ、なるほど。もうとりあえずクリアしろってことだよ。クリアして元の世界に戻ろうってことでしょ。目が回るよ、これ。どうすればいいんだ、この箱を。あ、さっきの応用で取れちゃうんじゃないの、こうやって。うわー、いけない、なんだこれ、どこ行ったね。しょ、あ、それ隙間。おお、もう全てが覆す。頭とかの問題じゃない。音楽がやば。ジキジムーブメント、イグジットはない、あんたのって言われてる。ああ、こっちに行けるのね。はい、右には行ってて、怖いな。ちょっと早く行きたい、早く行きたいよ。あれ、
いけないんだけど、今度は左か。左に行ってて、次。で、今度は何ですか？今度は何ですかね？左に行ってて、はい、今度は何ですか？左に、あー、次、右ですね。右に行ってて、って。おい、延々と続くぞ、これ。翌日やっていきましょう編集ではうまいこと言ってると思う。ローディング、あの、なんでかっていうと分かんなさすぎて寝たいよね、その時も。またで次に至ると、で、あの、動画とかにはさ、みんな的にはつなげてある、あれなんか、え、どういう感じみたいになってるでしょ。ああ、僕も意味分かってない、今この状況つかめてない。どっからなんだっけ。あ、そうや、これのよく分からんところでエレベーターでね、終わってから、はい、進む感じだったんだよね。もう分かんなすぎてさ、僕さ、そう、寝て起きたらふと思いついて、あ、こういうことかと思ったんですよね。いや違います、動画見ました他の実況者の動画見て、これですね、一回壁を見て、ウエスト、こっち見た時に次行くんですよね。そうすると、あの、3番ってどん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 と、数が増えていくから、その通りに進んでいくとっていうことだけ僕は学んだだけだからね。みんな、最初の実況だから、今日始まっての一番最初の実況だからね、喉の調子があんまり良くない、良くないからどんどん先に進んでいくよ。喉は別に良くはないよ、いいんだっけ、健康状態なんだけど。あれ、これがプールでどんどんあっちに行くでしょ。このね、錯覚を使ってね、こういう、あ、別に君たちは続きから見てるからいいのか別にそんなか、あ、この海入れたり、おお、氷のこういうプールに行きたい切実にね、錯覚を使ったプールとか絶対映えるだろう、インスタ映え狙ってけ。おい、これ開発してるからさ、絶対なんかさ、あ、これそう学ぼうみたいな感じでこのゲームやってる人はね、会社作ってとっととあれあれでプールやってるよプールの営業、あれなんでこれ、え、なんでこれ絵になったの、さっきまでなってなかったやん。こう、じゃあどうすればいいんだ。あ、ラジオもあるし、なんなら聞くが、まあ聞いてもわけわかんねえんだけどな。私たちはそれぞれの、患者様の進歩のどうのこうのとか言って、ご理解も、あ、まあ何言ってるのかわかんないです。はい、進みましょう、先に。とりあえず目から覚めろってことでしょ。あ、これはいつものやつ、これは絵にならないの、なんやねん、わかんねえ。もう頭がこんがらがってきた、どうしよう。下に落ちるんだよね、わかるわかるわかるから、絶対に落ちねえ、絶対にお前の言う通りにしねえからな。メガホン取れないし、あっちには進めないので、はい、正直になります従います、ごめんなさい。え、うお、怖い、急に急にさ、行くところはやめえね、えドッキリするから。あれ、何やんのこれ、あー、あっちに進めばいいのかな、シンプルに今までそういう小賢しい道具を使ってたのに、これはシンプルに進む感じなんですか。サイコロ転がる、アクティブだね、パリピだわ。よ、ベッドがある、もう寝たいよ、相当眠いよ、相当眠いです。僕もね、ちょっとね、お仕事が終わってからのこの一件なんでね。あ、これ上に行けたりとかは、びっくりする、ファイナルファンタジーとかに出てきそうなこのシーン、最終ボス的な。あー、一気に目覚めたもう嫌だ、あー、もうどうなってるの、何がしたいんじゃこの、海外に出てくるマトリックスとかにあるやつや、永遠とエレベーターがある、怖いですね、鏡の部屋的なね、ハリーポッターみたいな感じの海外に出てくるやつ。あ、矢印書いてある、こっちの塔に進むのかな。あ、進める、はい、え、意味なくね、あー、永遠とまっすぐ進め、あー、よかったよかった、右右、左左、進めば出てくるのかな。お、直んねえだよ、騙されてる僕、この矢印に、この矢印に騙されてない、何もない、あー、いつまで行かなきゃいけねえんだよこっちに、よ、左で、はい、いや絶対嘘だよな、絶対そんなことねえよな、その通り進んでんのに何も起こらないってことある。うわー、ついたついた、びっくりした、合ってたわ、矢印の通り進んでたらいけてたじゃねえか。何この絵、嫌な卒業式面接、嫌な面接か。目覚まし時計の自動再生がお聞きください。あ、え、帰ろ帰ろお家へ帰ろ、絵があって急に絵になってる、じゃあ右に行こう。いいな、このここまで来るとさっきの部屋よりもなんか落ち着いた空間ね。やっぱ BGM って大切だな、ホタルが、え、永遠と何もないんだけど、これ、あ、こっち絵になって、こっちも絵になってるね。
あってことはこっちも絵になるよな。でわかる、最後のところも絵になるよね。なんなんだろうこのアハ体験、脳が活性化させられるな。もうこういうさ、どんだけもう敷地めちゃめちゃある、真ん中に立ってるけど敷地にさこんだけね広いのあるんだからなんか作れって思うよな。なんなのこの無駄な回答、目覚ましも鳴ってるしうるさいな。1111ウェルカムしてねえじゃねえかよ、全然閉じてるやんけ。あ、こっちに行けんのか。また自分のベッドに戻ってきた。あ、3時ローディング中、もう終わりでいいんじゃない、長ないこのゲームね。え、でもお金的にはやらしいところつくね僕。お金的な分だとまあや充実してるよね。1000いくらで買ったから、1000いくらだっけ、2000いくらだっけ。あ、コンビニ非常に珍しい。え、何この女の子もバグっちゃってるやん。患者様がこの夢にアクセスすることができません。僕はじゃあその特別ってことか。こっちに行けるじゃん、右行って、はい。アクセスできないところ来ちゃったってこと、ソーダは絶対あるんだよなこれ。ドリームソーダ出てこねえよ、もう出てこなくなっちゃった僕のソーダ、夢のドリーム、ドリームでも何でもねえじゃん。ああびっくりした。ああ、何ごめん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 、何、僕が悪かった、僕が悪い、全て僕が悪いから、僕がね錯覚のこの夢に入ってしまったのが、雪が降ってる、雪じゃない、埃だったかもしれない、これは雪じゃなくて埃だったのかもしれん。汚ねえ、そう考えると、何一個一個降るのやめて、汚いんじゃ。これでかくしてこっちに行けるのかな。あ、さっきのドリームソーダやん。え、ドリームがハウスしてるね、ドリームハウスや、無限ループ。あー、こういう無限ループってさ、こここうして入り口になると、はい、あ、扉だな。あれどうなってんだ、こっちに持ってくとか、こっちに持ってってこの鏡をここにつく。おお、すごい、なに、あー、ごめんごめんなさい、なになに、パラドックスしないでよってめっちゃ怖い、パラドックス、あ、くださいしないで、なに、なんの文章それ、なんの日本語、ごめんごめん、こっちに行くね。あー、原始的な、やばいやばい、真っ白になってる、どうすればいいの僕は。オーバーロードしてください、以前の夢にはご遠慮なるかも、オーバーオールで、この子も女の子ばくって、あ、真っ白な世界、早くこっちに移して、わー白い津軽海峡冬景色で、これ演歌歌ったの2回目だっけ本日このゲームで、ね、そんなような気がするけども、すごい、うわ神秘的な、めっちゃ夢から覚めてほしくないやつ。何これ、めっちゃ幻想的なんだけど、このまま寝ていい、終わっていいかな。進むか。あ、黒い、めちゃめちゃ黒いな、松崎しげるさんより黒いやねんか、こんな真っ暗だよ。あ、こっちに行けるか、はい、奥進んでどんどん行きますか。白黒だね、いやー、やば、落ちた、またやば、痛い、白い、相当打撲するよ、痛いからやめて、そういうことなんでするの、怖いから。あー、取れる、取れちゃうんだ。あ、こっち行ける、この黒い箱じゃ何これ、意味なかったのかよ、なんやねん。よし、こっち行くか。あ、またオフィスに来た、はい、ラジオ。あ、グリーンピースおじさん、私は遠い昔にある夢を見ました。何の夢だよ、お前の話が聞かねえわ、どんどん進ま先に。そこで私は、私たち皆、無から始まることを理解しまして、興味ね、全然興味ね、知覚したものすべてがどうのこうの、空白、全く何言ってんのか分かんない、大体このナレーションの人たちのさ、もう3割ぐらい分からんよね。雨が降ってる、うわ、何何何何、急に雨だ、雨さんさんとこの身に落ちて、僕あの美空ひばりさんとあれなんですよ、誕生日一緒なんですよここだけの話、ほんと内緒だよみんな、あんまり僕ねそんな内緒にしてたから言いたくなかったんだけど、今回だけこの実況見てくれた人は言いたいと思います、僕美空ひばりさんと誕生日同じなんですよね、だから僕はもうあのね、あの演歌歌手と一緒僕を今日から演歌歌手のコロンってね言ってください、はい、よろしくお願いいたします。これはどうするんですかね、もうめちゃめちゃ現実に戻された、あ、黒くなってる、なんだこれ、なんでここだけこうなってんの、うわびっくりした、いけるやんけ、出口だ、お、出口だ、こっちに行ける、はい、進んで右に行こう、お、めっちゃ順調、順調すぎない、
また出た FF の世界、ファイナルファンタジーだ、レベルアップして、めちゃめちゃここら辺で経験値稼ぎて、最後の終盤みたいなところよ、こんなね、あのボス無駄にレベル高いみたいな、今まで経験値上げた意味的なね、すぐそういうところ経験値たまるからさ、じゃあ今までのあの苦労したところ何だったんだよ的なやつのシーン、あれあっち行けねえんだけど、あれどうなってんのこれ。おい、行かせてくれ、頼むよ。またブロックとか置くんでしょ。分かってる分かってるよ。あ、どこに、もう白黒だからよくわからん、よくわからないんじゃ、ここでいいのかな。こうやってここら辺に置いてって、はい、ジャンプしていきましょう。ラジオまたあった。But in white space, お、なんだ。空白では私に想像しうる限りの最大のなんとか、それまでの生涯、それも、ああまたよくわかんないんでいいです、大丈夫です、もう間に合っております。あ、こっちに行けるじゃん。ヒューマンオールフラット、いきなりのね、もうキャラクターいれば完全にヒューマンオールやん。おー、すごい幻想的な、あっちにも行ける感じで、ここはもう使わなくていいのかな。あー、なんだろうねこれね、岩盤浴とかさ、知ってみんな岩盤浴行ったことある？こういう音楽が流れて石のねところで座って、うー、岩盤浴の話させて頼む。今めっちゃ語りたかった、岩盤浴にさ。また BGM がこの黒い中からね、いいですよね。そう、岩盤浴ね、こういう音楽が流れてお楽しみみたいな、一生いけねえんだけど、こっちに行くのか。じゃあどこも行けねえっていうことは後ろに下がるよね、そういうことなんだと思います。私そうね、気持ちいいんですよ。皆さんも行ってみてはどうでしょうかと。あれ、これ登れない階段、あ、登れるか。おー、黒い、ね、めちゃめちゃ気持ちよくて、あのリラックス効果もあるからね、あと痩せるらしいよ。で、女の子には最適、やったねみんなね、最高最高岩盤浴、はい、最高最高岩盤浴っつってね。あれ、こっちにも行けたりとか、あれ黒だな、白黒、またさっきのところに戻ってきた、また白行って黒。あー、僕が苦手なやつだ、永遠とする感じのね、さっきの つまずいたところのやつ。どうするの、このこことか窓とか取れたりとかはできないのか。こっちには、あ、いける、いける、まさか、うわー、いけるやん、なんだ扉すげえ。はい、こっちに行って、あれ何もいけない、あー、そっちに扉あんのね、もうわけわかめ。はい、出ました、本日2回目、本日ではないか、このゲームで2回目のわけわかめ、レアだよ、僕のわけわかめ聞かれるのレアだからね。あなたの夢は遥かに超え、これまでに戻ったことのない領域に達しましたが、どうか諦めてください。じゃあ今までこの夢に到達したことはないんだ。そりゃそうだよな、あんなテンパってたもんな、あのナレーションの人たち。はい、さらなる視点で、異なる視点でも可能なのではって。 あなたがいらしたのはそのためではありませんか。僕は何か使命を授けられていたのか、そういうことなのか。またこれ何、アクションゲームになっちゃった。じゃあこれ避けながらいけないんだ。さ、黒がダメなのね、どっちもダメなの。白はいいんだっけ、白のところ行ったらいけないやんけ、ないやね。あ、チェスのところ来た。はい、チェスに置くってこと。お、置ける置ける置ける、はい、置いたら、置いたら元に、あー、なるほど、じゃねえじゃねえかよ。あ、これさ、このチェス使ってこれがあると、はい、保って、筋トレ保てるのね。で、じゃあここで移動しながら、あ、でも置いたらやばい、ここで、はい、踏んでいく、でそこからまたチェスでつなげてって、こっちに持ってって、これがチェスが置いたところは床がね、あの穴抜けにならないから、これでこっちに行けると。はい、その作業の繰り返しで、あそこの扉に入っていきましょう。頭使うな、僕もだんだんこのゲームをやって賢くなってきたよ、マジで。これ学者になれるんじゃねえかなって思うこのゲームをクリアしたやつは絶対学者になれる。さあ、もうそろそろ終わりでかな。お、来た、なんだここは。次、はい、ゼロのサイコロだね。これこっちに行けるのかな、こっちに一回、行ってみたい欲があるけど、届かない、ジャンプできないから、ここ持ってくといけんのかな。あ、いける、いけるよ、いける、冴えてる、冴えまくり、あたしやだやだ、エッチ、のび太さんのエッチ。よいしょ、ここで、はい、ジャンプして次のところ行こう。オッケー、ナイス。お、また幻想的なチェスの場所だよ。で、落ちるやろ、どうせ。うわー、落ちないんだ。あ、
これ何ここ、ミッキーマウスやん。ミッキーマウス、なんでミッキーマウスが出てきたのかわからないけど、ミッキーマウスやん。あ、下に行けば、はい、先に進める。面白い、いいぞこれ。わー、トリックアウト。どんだけ進むの。あ、下最後まで着いた。あ、地下だ、地下帝国。出た出た。あー、目が回る。何これ、頭おかしくなりそう。やばいよ、夢から覚めないよ。これいいな、でもいちょっと中毒性があるのがやだ。すげえ中毒性あるや。あ、箱になって、あ、イグジットだ。下に行ける、目覚まし、夢から覚めて。わあ、ちょっと怖い。ほら AM、 アトマーク2時。うん、よう行くついて。あー、そのまま、あー、もうダメだ。暗闇の中に僕はこのまま寝ていいでしょうか、夢から覚めないで。あ、え、8時、ゾワってしたんだけど、何、どうした、朝の8時ってこと、普通にみんなが目覚める時間帯ってことに目が覚めて、あ、全体を通してのこれは夢だってことなのかな。ちょっと奥深すぎるこのゲーム。あ、怖い、何、え、何、何、なんか猛獣出てきそうだよ。大丈夫か、これはいい感じの音楽なのか悪い感じの音楽なのかわからんな。あ、ハロー、グリーンピース、ないよお前。これまでのことすべて計画通りであったことにあなたはもう気づいたかもしれません。お気づきかもしれません。はあ、これはもう何、計画通りだったってこと。自分にとって重要なものをコントロールできなくなって感じおられます。ちょっと何言ってるのか分かんないけど、 BGM でかでかすぎない、急にそんな大きくなることある、自己主張激しすぎかよ。おお、しかし多くの場合問題は目の前の問題を解決できないということではありませんと。失敗を恐れて新しい視点から問題を見ようと しないことが問題です。なるほど、いろんな視点を使っていけと。かくして私たちは同じことを何度も何度も繰り返しますと。あ、まあお仕事とかね、サラリーマンの方とかだったらよくわかると思う。するともちろん思った通りのことがうまくいかないって言ってるのかな。ちょっと字幕が早すぎて読めなかったけど、これはこっちに行けるのか。おー、深いな、ちょっと深いな。あ、さっきの思い出の場所がどんどん行ってる、感動や。いいぞ、このままこっちには行けないのかな。おい、あ、ジャンプして扉だ、ここは。おー、映像ムービー、ムービーになったシアターだ、シアター。はい、こっち行きましょうか。それもうすぐ右行ったらさ、目覚ましのところじゃないの、ここ行って。おー、はい、人生は常に苦闘であり問題は絶えないでしょうと。しかし今日あなたは異なった見方をする機会を得たのです、ありがとう。そこで不可能に思われる障害に直面することになりましたが、あなたは型にとらわれずそれを克服できた。あらゆる角度から物事を見たことでそれらの本質を見極めることができると。どれだけ遠く道が逸れているとしても、 あなたは進み続けました。はい、ありがとう。僕は諦めない、最後までやれてよかった。俺最後までやったら分かるゲームだな、すごい。これちょっと感動した、やってよかったわ。絶対やめてやろうと思った途中で。でもいいや、なんなら解けねえしとかって思いながらも、やった結果道が来たね。開いた先にはやっぱ挑戦、何事にもいろんなことに挑戦するってことなんですね。僕もいろいろ YouTube とかさ、他の動画生放送とか歌ってみたとか投稿してるけども、そういうやり方もあっていいよって。いろんなことにあの枠組みの中でとらわれないで、自分の考えも時には必要なんじゃないかなっていう風に、考えさせられるようなこちらのゲームね。まあ、ある程度のさ、そうルールとかはあの会社のマナーとか学校でのやり方マナーとかはまあ重要だけれども、まあ、あとはあなたが目を覚ますだけですと僕の何にも語らせてくれない。ということで、まあ、いろんな仕方見方、が重要だよっていう、このスーパーリミナル、ちょっと深すぎた。
僕には今回のこの実況でございました。ありがとうございました。頭を使ったこの錯覚ゲーム面白かったね。ちょっとなんか次回作とかね、今後そういうのが出たらまたやってみたいですね。よかったらチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。あなたも一つ頭の回転を使っていろんなことに挑戦してみてはどうでしょうか。僕の実況も、歌も動画もいっぱいあげるので、これからもよろしくお願いします。いい感動もうこんな感じで終わっていい、さよなら、これのまま終わりたいよ。僕は夢から覚めない。お前らも夢から覚めるな。やめろ、僕の話術でチャンネル登録をして催眠術にかかってくれ。さよなら。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。